公共曲第41番波長長計551は、ボルフガングアマデウス・モーツァルトが作曲した最後の公共曲である。本作は、ローマ神話の最高神ユーピテルにちなんで、ジュピターのニックネームを持つが、これは、同時代のヨハン・ペーター・ザー・アールモンが名付けたと、ビンセント・ノベロのモーツァルト巡礼に紹介されており、このニックネームは19世紀半ばには、 すでに広く知れ渡っていたと考えられる。本作品のスケールの大きさ、輝かしく荘厳な曲奏から付けられた通称であり、表題的な意味合いはない。1788年8月10日に完成され、同年に作曲された第39番、第40番と共に、三大公共曲と呼ばれる。他の2曲同様、作曲の目的や、初演の日時は不明であるが、 モーツァルトの生存中には演奏されていたと見られている。モーツァルトを数敬していたリヒャルト・シュトラウスは、1878年1月26日に、ルート・ビヒト・イレに宛てた手紙において、ジュピター公共曲を、私が聞いた音楽の中で最も偉大なものである。終曲の風画を聞いたとき、私は天国にいるかの思いがしたと称賛しており、1926年に、 自身の式で録音も行っている。自筆校は現在ベルリン国立図書館にある。それを第一主題の伸びやかな旋律が受け継ぐが急に途切れると、モーツァルトならではの無邪気な集結主題が現れ、提示部を終える。展開部の前半はこの最後に現れた主題を引き継いだ苦僧が単調で展開されるが、後半は第一主題冒頭の同期が展開され、そのまま再現部を導く。 再現部は単調で再現される部分もあるがほぼ型通りに進み、短いコーダがついて終わる。ジュピター音恵と呼ばれるドレファミの動機 A で始まる第1主題は、このジュピター音恵のほか、続く5小節からの動機 B と、19小節からのファンファーレ風の始まりオクターブを駆け降りる動機 C の3つの動機を持っている。第1主題提示の後、 36小節から、ジュピター音形によるフガートが進み、56小節から、音階を6度上昇する動機 D1、跳躍する動機 D2 が現れる。74小節からの第2主題部は、動機 E で始まり動機 C を伴った、柔らかなものだが、動機 D1 が入ってきて、力強く盛り上がる。定時部集結部は、動機 B で力強く進み、 同期 C の上皇型も現れて締めくくる。展開部は同期 A で始まり同期 C が加わり、主に同期 C が展開される。225小節からの再現部では、同期 A が移りこうしながら繰り返されて、緊張を増すが、定時部にあった不ガート部分は存在せず、第2主題へ進みその後は、型通り再現される。コーナでは、 第2主題も参加したすべての同期が充実した対位法で登場した後、第1主題が堂々と現れ、華やかに全曲を閉じる。コーダの390-395小説。赤、同期 A、黄、同期 C、緑、同期 D1、黒、同期 D2、青、同期 E 第四楽章で使われる、ジュピター音景は、モーツァルトが大変好んだモチーフである。 8歳で作曲された公共曲第1番編補聴調計16の第2、楽章をはじめ、次のように様々な楽曲に使われている。これは、古くから多くの作曲家に使われていたモチーフでもある。ブラームスの4つの公共曲の調整を番号順に並べると、同じ歯にヘホとなるほか、シューマンの4つの公共曲の調整を番号順に並べた場合も、変、ロハ。 変法にと変路町長でこの恩恵になることが知られている。ありがとうございます。